あ、出た、シノン、シノン、あった、あ、やった、やった、シノン。はい、こんにちは、松尾です。チョイスプライ二階堂です。はい、来ました、1万くじ。はい、いらっしゃいませ。 SAO アリシゼーションね。はい、別に欲しくないんですよ。出来が悪いんで。見たいですね。めちゃくちゃ出来が悪い。見たでしょ、あれ。うん、見た見た見た。剣をなんかこんな持ってるやつ、うん、見た見た見た。出来が悪いんで、まあ、欲しくないけど、まあちょっと動画用にね、せっかくなんでね、引いときましょうか。一番くじはね、引けないかもしれないね、今回はね。もうずっと引いとるから。ああ、まあそれはあるかも、ね、連続で。確かにね、もうそろそろね、無理や。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。一番くじを買いに行く俺。なんだ。え、フィギュアって A だけ？ A だけです。ああ、そういうこと。うわあ、何か。最後に。引けないかもしれないね、今回はね。だめだ。B だな。限界だ。すごいね、でもビジュアルボード当たったね。一番くじを買ってきた俺。はい、はい、何でした？でもさ、いいんじゃない、この B のビジュアルボード？フィギュアよりはいいか。フィギュアより。結構硬いんで、ご飯食べるときランチョンマットにしたらいいかもしれない、これ。つるんと拭けるんでね、子供がこぼしても。それで使いましょう。いや、惨敗だな。まあでもそんなもんでしょうね。今回はなかなか。普段が引きすぎやもん、どう考えても。だからね、でもね、今まで考えたともね、SAO がね、一番引けないっすね。なんか知らんけど。よっぽど欲しくないのか知らんけど。相性が悪いの、相性が。同調期。開けます。ラインナップこれですね。これ、ニカさん、どれがいい？これね、女の子やったら誰でもいいな。シリカでもいいな。あいつがおるやん。シノも。ガンのやつ、これガンのシノンやろ。うん、あ、シノン好きなの。いや、分からんけど、銃持っとけ。あのね、サイコパス発言するんですよ、たまに。こうやって人を殺せる道具が好きなんで。いや、なんでそれ。よし、行くぞ、せーの、トン。あい、誰。いや、誰だって、アリスやん、主役やん。あ、よかった。はい、じゃあ次。よし、じゃあちょっと2個目あげますね。はい、はい、はい、キリト、2個目キリトです。はい、3つ目開けましょう。これは誰？あ、刀な。さあ、行くぞ。セリナズナ、攻撃を運べな、ホケドだ。いや、それ、七草。誰？誰？あ、出た。あ、シノン、シノン。あった。あ、やった、やった、シノン。これじゃない、俺に言ってた銃。いや、俺に言ってた銃、これよ。あ、そっち？うん。シノンとアリス、いいね、これ二つ。これもうほら、いい。シノリス。これいらないから、送ります。ありがとうございます。さよなら。松尾道中記。はい、ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。あら？はい。あ、ちなみにね、このね、はい、バスチーっていうのがね、ローソンで新しく出てるんですけど、ベイクドでもない、レアでもないチーズケーキみたいな。これ奥さんがね、すごく美味しかったんです。一番くじを引きに行く味噌汁のおいさんだけど、神引きの感触が忘れられない。でも毎回は無理なんだ、それもわかってるかな。欲しい時には買えばいい。